ははい皆さんこんばんこばおじいさんででですすいいろんんなゲーム機で遊んでいますかはいいおじいさんはまだちょっとね最近鬼神降臨で鬼ができてないですねはい、えー、早く終わらせたいですがどうやら物語的にはまだまだ中盤のようですはい、えー、それではですね本日ご紹介するのはこちらダン これね、多分日本では初だと思いますね。動画でも初でしょうし、ブログでも日本では、えー、と一切ないです。はい、えー。こちらね、まあ、レトロゲームケースっていうのは、これは会社の名前ですね。はい。で、賞、えー、味の商品の名前は、えっとね、スーパーポケットゴー CM3 と呼ばれるものです。はい。ちょっと何か、えっ、ー、と、皆さんの中でもこう、 聞き覚えのある名前があありますよねあのね、5にいつも通り資料用意してるんですけどね、<laughs> ポケット号ってちょっとき覚えがありますよね、ポケ号。あのー、子供たちの遊ぶポケ号ではなくてね、はい、その通りなんです。えー、実はこれねあのもうし、もうね、僕の動画見に来るような人は、もう海外の,その赤鬼さんとか ET プライムさんのやつとか見てると思うんですけども、 え、これ et プライムさんがね。1週間か2週間前かにしょう紹介してた商品でえ、もう。それ僕見た時にもうこれ一瞬で買いだな。ということで、もう一瞬で買いに行ったやつですね。はいえー、それでは開けましょう。どん？あ、すごいあ！すごいシンプル。 あのねすごくね何て言うんかなそのいつもねうちであの利用させてもらってるトモトップさんであったりまあ例えばじゃあアリエキスプレスであったり日本のアマゾンっていうものはそのまあ EC サイトみたいなところがその何て言うかなそのまあ販売してる商品で結構ちゃんとした既製品なんですよねでもそれが今回は違うんですよねこの レトロゲームケースさんっていう、まあ、まあ変な話だけど、まあ、インディースっぽい感じのところがまあ自社で多分これ作ってるものやと思うんですよねでそれをあの販売してるものなので非常にこうちょっとやっぱなんか中の感じが違うよねだから RG シリーズなんかやとものすごい、あのー、綺麗じゃないですか化粧箱とかもそういうものがすごくこう、まあ、簡素ですよねだからねうん。 中身はこれ本体ですね。これ多分ね、中に、ね、ケースついてるはずなんですよね。うん。と、えー、こちら、USB、あマイクロ USB だ。充電はマイクロ USB ですね。うん。と、えー、あ、これ変換ですね。SD カードの多分これ変換ケーブル。中にもマイクロ SD が多分入ってると思うの、OS が。まあ、この辺は心遣いでしょうね。うん。はい。という以下のものが入っていました。 はい、まあ、こんな感じですねうんではちょっともう早速ね開けていきましょうかサミで開けようか <laughs> ものすごい楽しみうーんよいしょもう何ていうか本当にこれは久しぶりの情報皆無のやつですからねうーん もうね、もう RK2020 も初めはそうでしたけどね、オートレイト・コ・アドバンスは有名やったけど、結局情報みたいなのは皆やったし、あこっちもか。久しぶりにちょっとそういうものです。もう、人中、人中覚悟ですね。おじいさんの言うところの人中覚悟の、もう自分が全部自分で解決せなあかん商品ですね。うん。そういうの大好き。<laughs> 大変やけどね。 うんまあちょうど今ね他の RGB10 のレビューも終わったところやからあ可愛らしいなこういう感じ好きゃわこんな感じケースケースぴったりのケースこういうのちゃんとつけてくれるって嬉しいよねうんこういうのだって買う人いるもんね別でねうんそしたらちょっと開けますよじゃあねうんうーん開けるよー 開けるよーーうわっすごいメッシュすごいかわいいこんな感じこういう感じねこういうメッシュの感じかわいいねなんか書いてるフォーフォーナックって書いてるあるのフォーナックってじゃあ開けますこういう開封は初めてだよねだいたい箱で内袋みたいなやったけどこういう ケースから開けるのは初めてですねうわあ見えた見えたほらうーわ中緑やめっちゃかっこいいこれほらケースの中ここめっちゃ気持ちいいあのなんか柔らかいスポンジみたいなやつ <laughs> あ,のあの老人ホームの床のやつみたいな <laughs> じゃあ表向けますよ フォ four, four, five, four, five. ー。 <laughs> えちょっと待って全く一緒ちゃうのこれちょっと待ってよよいしょこれでが元祖ポケット号ですえもう全く一緒やねんけどでも側は全く一緒ですよねこれが <laughs> これほら側全く一緒ええー すごいねだからもう同じ側そのまま使ってるってことですよね。えー、でまあちょっとねちょっとまああのー、これだけ見てたらわからない人は多分多くいると思うんでちょっとね軽くね解説させてもらいますわ、まあ、1回目っていうことで。 まずね、このポケット GO が何かって、もともとねあの今日、今回買った商品じゃなくて、スーパーポケット GOCM3 じゃなくて、このポケット GO っていう商品が何かっていうと、これはその第3世代の RG350 の後ですね、すぐ後じゃないけど、何個か後に出た商品で、まあ、ここ、第3世代出て以降では、僕が知ってる、ある程度の,その、まあ、エミュレート機能、ファミコンスーパー、ファミコン、まあ、PC エンジン、メガドライブ等々の、 最低限のスペックが揃ったエミュレーターの中では最軽量で最小なんですよ、これ。うん、で、これ、僕ずっとこれ、需要あるって言ってるんですよ、これはもう、今後、第6世代、第7世代って出ようが、これは商品はずっと需要あるよねって言ってた商品、これなんですよ、ポケットゴー。 うん、それ意外にプレイステーションもあの、まあ、ギリギリですけどね動かせますし、まあ、スーパーファミコンもギリギリです、うん、ちょっと重いものもあります、うん、それでもなんとかギリギリフレームスキップ使いながらなんとか動かせるっていう機器で結構人気あるんですよこれあの視聴者の方でもコメントであのもう8ビットまでのゲームで満足してる人はもうこれこれ一択、うん、むちゃくちゃあのこれ便利なんですよそういうポケット GO っていうのがこれの商品で でそれの好景気って言い方はねちょっと違うんですけどもポケットゴーの言うたら、まあ、アシューっていう言い方もまたちょっと違うのかもしれないけどもポケットゴーを使った新商品って言い方でいいのかなまあその切り口を変えた商品ということでじゃあこれ何かっていうとですねねこちらももう、ね、分かっている人は分かっていると思うんですけどもあの中にねラズベリーパイが入ってるんですよ。 うん、ラズベリーパイわかるかな僕の動画でまたラズベリーパイって見てくれたらいいんですけども結構最近そのエミュー専用の据え置き機としてよく使われてるんですよまあそれ本当の意味は開発系のもので作られたんですけどもラズパイってそれ俗にラズパイっていうやつですはいラズパイの方が聞き覚えあるよねラズパイっていうものがあってであのそれのえっとが入ってるんですよここに。 で僕が紹介しているラズパイとかっていうのはまあ、この大きい、まあ、これぐらいですけどねこれぐらいの基板のものででそれは当然入らないですよねでそのラズベリーパイっていうものにはいろんな種類があってあのものすごいちっちゃいものもあるんですよこういうふうなキットカットって言い過ぎやけどなんか、まあ、これぐらいのこの分厚い板ガムみたいなものですねそういうものがあったんですよでそれがラズベリーパイゼロって言われてたんですよゼロ。 でそのラズベリーパイゼロを搭載してるその機器って実はゲーム機って何個か出てるんですよ。うん、でそれはあのねパッとしなかったんですよ。それラズパイゼロで結構中華ゲーム機器作ってたんですけども全然その動きが良くなくてあの僕はスルーしてたんですよラズパイ系の携帯ゲーム機はね。 であの今回のものは、えっとねその0ではなくてですね、えー、ちょっとスペック言っていきます。あのまず名前がスーパーポケット5 c m 3ちょっとこっちに字出そうか、こんな感じでね、はいえー。スーパーポケット5 c m 3ディスプレイが2.4インチ、OCA の IPS スクリーンというものらしいです。d ポリッシュグラスってこれは多分ガラスとの張り,張り方でしょうねで、えー、スクリーン解像度ですねが 320×240 で CPU ですねここがだからそのラズベリーパイの部分ですねえー、とですね、えー、ラズベリーパイ CM3 ですねで、えー、ボードボードが、えー、BCM283764 ビットでクアッドコア えー、ARM コルテックスでいいんかなコルテックス A53 でメモリーが1ギガの LPDDR2 でバッテリーが 1000mA、ah えー、ポリマーバッテリーって書いてますねだいたい2.5時間から3.5時間と、うん、でこのラズベリーパイのその CM3 っていうものが一体何やねんっていうとまあ簡単に言うとえっとまあ 定格は1 2ギガでメモリーは1ギガと一応そのラズベリーパイの公式サイトではこのラズベリーパイのモジュール3ですね CM3 はラズベリーパイの3ラズベリーラズパイ3の B モデルの 1GB モデルとほぼほぼ同じ性能ですということですはいだからねそのまあ いいろんんな言い方あるんですよ今更ラズパイの,の、まあ、1ギガでしょ1ギガ積んでるやつ買ってどうするのって思うと思うんですよでこのラズパイの CM3 を積んでるゲーム機器っていうのもちょこちょここ他にも出てるんですよ、うん、でも僕それ全然興味ないんですよそれは皆さんの思うところと一緒で今更この性能で大きい機械買ってもしゃあないやんってだってもう RK2020 はそれ超えてるんですからね性能ねじゃあ僕がなんでこれ即買いしたかっていうと この大きさであのラズ,パイイラズパイ3の性能ってないんですよ。それはできないんですよ、普通では。うんで、先ほども言った通り、<laughs> このポケット g っていうものはやっぱむちゃくちゃ小さいんですけど、やっぱ性能もすごい低いんですよ。やっぱ RG350 よりも全然低いんですよ。うんでも、こいつにはこいつの需要があったんですよ。僕もこいつ大好きなんですよ。うんで この大好きな小さい正義あのこの小ささで何できるねんって喜びがあるんですけどもそれのそのこの小ささをもう見てた通りの同じ側なんですよねこれ。でそれにラズベリーパイ3の性能を乗せたら当然スーファミとかサクサクなるだろうしこの小ささで。 うんやったらば例えばじゃあ PS1 まで動いたら僕満足なんですよ、まあ、6456とかドリキャスはどこまでいけるか分かんないけどそもそも多分ドリキャス対応してないと思うんだけどもあそっかラズパイからエミュー入ってるかコアは入ってるよねだからそこまで期待してないんですけどもスーパーハミー PS1 ぐらいまでがこの小ささで確実にサクサク動くんならば僕はこれは買いやと思ったんですよねうんこの性能で大きかったらもういらないはっきり言って意味ないもんそんな うん、この小ささで CM3 の性能がどこまで生かせんのか、うん、この小ささで PS1 サクサク動いてどれもある程度動くとこれは結構当たり外れあったんですよ FF7 とかはそこそこ動くんですけども,も他の派生ゲームとかはまあ動かなかったりとかもう遅すぎるとかあったんですけどこの小ささでそういうものがサクサク表現できたらもうこれ最強やんって思ったんですよね。 <laughs> これは買いやということで、えっと、買いました。もうその ET プライムさんの動画見て、もうこれ絶対買いやでという感じでこれ買いました。うん、で、まあちょっとね、この後の続きはまた、えっと、触り心地とかまた次回、えっと、やっていきます。で、えー、っと、これね、あの、もうその、だから結局レトロゲームケースさんでしか買えないんですよ、こちら。うん、で、金額が1万5500円。155ドルなんで、まあ、約1万6000円。 で送料が23ドルということで約2500円ぐらいということで1万7800円ぐらいかかりますでちょっとこれ不思議やったのがうんとね関税が関税ではないと思うんですけどもなんとねあのー、なぜか着払い料金取られました2000円1900円ごめん持った1900円送料払ってんのになぜか着払い料金が あと追加されれましたこれよくわかかんない何ない何のか、うん、ちょっとここは不思議な金額がかかりましたけどもまあ悠々だが結局2万円かかってますこれ、うん、このポケゴ約3000です、うん、でもこれラズベリーパイ入ってるんでラズベリーパイの CM3 が約4000弱なのでまあその辺差し引きしてまあ本体1万6000円みたいな感じですよねそれも一応マイクロ SD もついてるのでまあ1万5000円ぐらいとしてまあいいんじゃないかなとうん あのすんげえ楽しみですこれははいだから結構高かったけどこれは即買いでしたねうんだから、えー、このレビューあの今後やっていきますのでまあ、ご興味ある方は見てみてはどうでしょうか以上リンク貼っときますね、うん、でこの動画で、ね、初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います、えー、それではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよなら